皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。このチャンネルは世界の資源を紹介するゆっくりチャンネルだよ。今日はランタノイドの一つ、セリウムを紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。まずはセリウムの基礎だ。セリウムは原子番号58、元素記号 CE の元素で、ランタノイドのうちの一つだぞ。ランタノイドとは？物理的性質や化学的性質が似ている原子番号57のランタンから、原子番号71のルテチウムまでの15の元素の総称だぜ。15個の元素のグループなのね。このランタノイドに原子番号21のスカンジウム、原子番号39のイットリウムを加えた計17元素をレアアースと呼ぶぜ。セリウムはレアアースのうちの一つでもあるのね。これは安定同位体が存在しない原子番号61のプロメチウムを除いたランタノイド元素のサンプルだな。そんなセリウムはどうやって見つかったの ?1803年、スウェーデンの科学者エンス・ベルセリウスと、ウィルヘルム・ヒージンガーの二人は、スウェーデンのバストネス鉱山で発見された未知の鉱物を分析したぜ。これはどんな鉱物なの？これは後にセルイ氏と名付けられたセリウムの計算円鉱物だぜ。これは化学式が複雑だけど、セリウムが入っているね。ベルセリウスとヒージンガーはセルイ氏から新しい酸化物を見出し、当時、惑星として発見されたばかりのセレスにちなんで、セリアと名付けたぜ。天体の名前に由来するのね。一方、同じ年、ドイツの科学者マルティン・ハインリヒ・クラプロートも、バストネス鉱山のセルイ氏を分析して黄色い土を発見している。この人も発見者なの？おう、セリウムは同じ年に別個に発見されたため、第一発見者をめぐって国家間の争いとなった最初の元素なんだぜ。それで誰が第一発見者に認められたの？今は両者がセリウムの発見者として知られるぜ。わかったわ。そしてセリウムは1839年にスウェーデンの科学者モサンデルによって単体分離されたぜ。そんなセリウムにはどんな鉱物があるの？まずはモナズ石だな。英語名のモナザイトとも呼ばれるぜ。この鉱物はランタノイドのリン酸塩鉱物なんだけど、一般的にはセリウムに富むんだぜ。これにはセリウムとリンが入っているのね。モナズ石にはトリウムやウランが含まれていることが多いんだぜ。モナズ石が放射能を持つことがあるのね。モナズ石は透明感がある結晶として出てくることもあるぞ。この鉱物は綺麗だね。おお、霊夢もモナズ石に魅了されたか？このモナズ石もいいだろう。うん、これはスペイン産の黄色を呈するモナズ石だな。これも綺麗だね。これは石英の上に成長したボリビア産のモナズ石だな。これはピンクで可愛いね。これは白色を呈するドイツ産のモナズ石だな。なんか面白い形だね。世界中の産地のモナズ石をいっぱい集めて、いつかモナ王と呼ばれるようになりたくないか霊夢。うん、これを見ろ霊夢。これはブラジルミナスジェライス州の石褐色を呈する長径 2.3 センチのモナズ石なんだけど、ダブルターミネイテドなモナズ石が総称していて、まるで X のロゴみたいな形をしているので思わず X でポストしたくないか霊夢。これなんかすごいぞ。これはボリビアのポトシにあるシグロベインと鉱山産のモナズ石だぜ。バタフライツインドと呼ばれる蝶が羽を広げたような総称として産出したこのモナズ石は、本石にトリウムを含んでいないため明るい色をしたあなたらさんから。うん、なんだ霊夢。マリサがモナズ石が好きだってわかったから次行こうよ。おう、そうだな。次に紹介するセリウム鉱物はバストネス石だな。これは名前の通り、セリウムが発見されたスウェーデンのバストネス鉱山に由来するぞ。これは炭酸が入ったセリウム鉱物ね。このバストネス石もレアアースの資源として重要なんだぜ。この鉱物も綺麗だね。おお、霊夢もやっぱりバストネス石が気に入ったか？このバストネス石もいいだろう。うん、これはフランス産の黄色を呈するバストネス石だな。これも綺麗だね。これはアメリカ産の約1ミリのバストネス石だな。これはピンクで可愛いね。この時計のバストネス石結晶は36ミリもあるぞ。なんか面白い形だね。これは長径 2.8 センチのバストネス石なんだけど、飴と間違えて食べてはいけないぞ霊夢。うん、これを見ろ霊夢。これはパキスタン産の約1センチのバストネス石の単結晶なんだけど、このバストネス石の中には二酸化チタンの化学式であるルチルをインクルージョンとして含んでいて、このようなルチルを含む結晶は一般的に草入りと呼ばれることがあるぞ。これなんかすごいぞ。これはフランスにあるトリムンタルク鉱山産の直径 1.2 センチの絶妙なフォルムと透明感を兼ね備えたゴージャスなバストネス石だぜ。この標本は1970年代後半に採取されたとされるが、現在ではもう採取することは困難なようだから。うん、なんだ霊夢？マリサがバストネス石が好きだってわかったから次行こうよ。おう、そうだな。また活錬石という気土類元素を多く含んだ翼錬石グループの鉱物もあるんだぜ。この鉱物は化学式が複雑ね。活錬石グループの一般式はこのように表せて、2価のイオンが入る A1 サイトにカルシウム、レアアースが入るサイトにセリウム、3価のイオンが入る M1 と M2 にアルミニウム、2価のイオンが入る M3 に鉄が入ったものが活錬石なんだぜ。そうなんだ。活錬石のアルミニウムの一部を酸化の鉄に置き換えたものはフェリ活錬石。フェリ活錬石の2価の鉄をマンガンに置き換えたものはフェリ赤坂石。フェリ赤坂石のカルシウムをマンガンに置き換えたものはフェリアンドロス石。
活錬石の鉄をマグネシウムに置き換えたものはディサキス石。そして活錬石のカルシウムをマンガンに置き換えたものは上田石だぜ。上田？上田石は香川県小豆島の花崗岩中に発見された日本産新鉱物であり、日本全国の上田さんにおすすめの鉱物なんだぜ。日本で発見されたセリウム鉱物があるのね。セリウム貧岩石も日本で発見されたセリウム新鉱物だぞ。これはベリリウムを含んだセリウム鉱物ね。そして霊夢へおすすめのセリウム鉱物があるんだぜ。え？私に？嬉しいわ。これはセリウムを主成分とする銅の二次鉱物であるアガード石だぜ。これにはセリウムと銅が入っているんだね。あと水酸基と非酸塩が入っているな。非酸塩？ヒ素の酸だぜ。はぁ？ヒ素が入っているから私におすすめなの？非酸セリウムの化学式を持つガスパリ石も霊夢におすすめなんだぜ。いや、そんな鉱物いらないわよ。他にもセリウム鉱物はいろいろあって、これは炭酸塩鉱物であるシンキス石だぜ。カルシウムとセリウムが入っているね。シンキス石に似た化学式を持つ鉱物としては、パリス石があるぞ。面白い形だね。これはストロンチウムを含んだセリウム炭酸塩鉱物であるアンキル石だぜ。ストロンチウムが入ったセリウム鉱物もあるのね。これは結晶水を含んだセリウムリン酸塩鉱物であるラブドフェン。これはリンとアルミニウムを含んだフローレンス石だな。リンが入ったセリウム鉱物ね。フッ素とセリウムからなるフルオセル石というのもあるぞ。これは CEF3 の化学式ね。あと国際鉱物学連合が新鉱物として承認していないけど、自然セリウムというのもある。天然でセリウム金属として出てくるのね。まあ、見つかったのは月のレゴリスからであって、地球上ではまだ発見されていないぜ。月には直径1マイクロ程度の自然セリウムがあるんだね。ちなみに月からはモナズ石も発見されているぜ。月にもレアアースの鉱物があるんだね。だからといって霊夢、月にレアアース資源があるとかいうわけわからん動画あげちゃいけないぜ。いや、そんな動画作らないわよ。これまでに紹介したセリウム鉱物の他にも、いろいろなセリウム鉱物があって、それらを夜な夜なまとめたのがこの表だな。実はセリウム鉱物っていっぱいあるんだね。多そうだ。これらセリウム鉱物もこれからしっかり覚えるんだぞ。わかったかレイム。え？いやー、セリウム鉱物をしっかり覚えろって言われても、そもそもセリウムを知らなかったし。そうだよなー。セリウムに詳しい歌姫がいればいいのになー。はぁ？セリウムディオンって誰？ハロー、マリサ、レイム。セリウムディオンはセリウムに詳しいんだぜ。私の歌を聴いてください。なんなのこの映画は？この映画は大パニックです。大事な鉱物を海に捨てられて大パニックになった、悲劇の騎士継士の物語だぜ。でも私の CD はあまり売れませんでした。そういうこともありますよ。そんなセリウムの主な用途は研磨剤です。え？何を研磨するのですか？酸化セリウムはガラスの研磨剤として使われます。酸化セリウムがガラスと化学反応を起こすことにより、化学機械研磨が生じるんだぜ。イエス、そのため液晶パネルや宝石研磨に利用されます。高純度酸化セリウムがフォトマスク、ハードディスクなどのガラス基板、多層化集積回路の相関絶縁膜平滑化に使われています。化学機械研磨は半導体製造工程で欠かせないものなんだぜ。最も身近なところにあるセリウムはライターですよ。ライター？ライター用の発火石としてセリウムと鉄の合金であるフェロセリウムが使われています。20世紀前半には今日のようなレアアースの用途が見つかっておらず、用途としてはこの発火石程度しかなかったぜ。でもどうしてセリウムで火がつくのですか？このフェロセリウムを表面が粗いもので高速ですると、3000度程度の火花が発生する性質があります。へぇ。またこのフェロセリウムはステンレス鋼に添加されたり、アルミニウム合金、マグネシウム合金にも添加されます。セリウムは腐食を防止する役割があるな。自動車に取り付けてある排ガス用三原触媒にも、セリウムが除触媒として添加されています。セリウム酸化物の酸素貯蔵能が高いことから添加されるんだぜ。また酸化セリウムは紫外線をよく吸収する性質があるため、サングラスなどの UV カットガラスにも用いられます。サングラスにも、他にもセリウムには蛍光体、顔料、造影剤、気土類磁石、溶接電極棒、燃料電池、医療品、酸化剤としての用途もあります。そんな色々な用途があるセリウムはどこで取れるんですか？
セリウムの産出データはありませんが、レアアースの産出データを見ますと、中国が一番であるため、セリウムの産出も中国が一番だと言えます。これは中国のモナズイ市鉱石中の木土類金属含有量を示した図だけど、セリウムがレアアースの中で最も多く含まれるぞ。セリウムがレアアースの中で半分くらい占めるんだね。だからレアアース年間生産量の半分程度はセリウムだと思われるな。ちなみに研磨剤や触媒として日本には、酸化セリウムやセリウム化合物として、年間約7800トンのセリウムが輸入されています。酸化セリウムのほとんど、セリウム化合物の半分強は中国からの輸入だな。でも中国に輸入の多くを依存するのは心配だな。まあ大丈夫だ、安心しろ霊夢。え？セリウムの需要が少ないのに対して、多くのセリウムが生産されています。そうなんですか？レアアースで重要なのは磁石に使われるネオジムやジスプロシウムなんだぜ。レアアース含有量の約半分はセリウムであり、セリウムの在庫が増えて総量を圧迫しています。レアアースを採掘するとセリウムもたくさん取れるんですね。セリウムなどのレアアースは主に酸化物として取引されるんだけど、酸化セリウムは足元トンあたり890ドル程度なんだぜ。これはセリウム酸化物の純度が 99.5 から 99.9% の市場価格となりますが、1トンで約14万円となります。セリウムって高いんですね。いや霊夢、キロあたりだと140円。これはもやしの価格よりも安いんだぜ。え？酸化セリウムは食塩よりちょっと高いだけです。レアアースって高価だと思っていました。高いのはジスプロシウムなどの他のレアアースであり、セリウムはいつもあまり物みたいな扱いでした。セリウムディオン酸、悲しまないでください。でも近年、セリウムとアルミニウムの合金が耐熱性を示すことが明らかになったので、需要が増えるかもしれないな。サンキュー、マリサ。それでは私はこれで失礼いたします。ありがとうございました。マリサ、セリウムの用途は分かったけど、そんなセリウムはどうやって取れるの？セリウムの重要な鉱物としてはバストネス石とモナズ石なんだぜ。それぞれ炭酸とリン酸からなるレアアース鉱物ね。これらの鉱物を粉砕し、酸などによりレアアースを浸出させる。性質が似ているレアアース同士の分離は難しいんだけど、セリウムは酸化の他に4価の形を取ることができる。この性質を利用して比較的簡単に分離できるんだぜ。わかったわマリサ、今日もいろいろ説明してくれてありがとう。おう、霊夢よ。こんな感じで、これからもいろいろな資源を紹介していくぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。